R3C ジェームズ・デューリトルと R3C-2,R3C はアメリカ合衆国のカーチスライト社が開発したレース用航空機である。R3C-1、R3C-2、R3C-3、R3C-4 の4種がある。R3C-1 は陸上機として設計され、1925年10月12日に、 開催されたピューリツアトルフィーレースでサイラス・ベティスの操縦により時速 406.5km の記録を出し優勝した。R3C-2 は水蒸気として設計され、1925年10月6日メリーランド州ボルティモアで開催されたシュナイダートルフィーレースに3機が参加し、絶検番号3の1機はジェームズ・ドゥリトルの操縦により、 時速 374.274km の記録を出し優勝した。しかし、残りのジョージ・ティーカ・ディハイト・ラルフ・リュー・アフチーの操縦する2機はゴールできなかった。翌日、ドゥーリトルの操縦で速度記録に挑戦し、時速 395.4km の世界記録を樹立した。R3C-3 は R3C-2 の改良型。 ドゥーリトルが優勝した翌年のシュナイダートルフィーレースに R3C-2 のエンジンを強化して R3C-3 として参加した。絶見番号6をつけてクリスチャン・フランクス・キルトの操縦で時速 372.34km の記録を出したが2位に終わった。改良型だが R3C-2 とされることもある。R3C-4 は R3C-2 の改良型。ドゥーリトルが優勝した翌年のシュナイダートルフィーレースに機体番号 A6979 の機体として参加した。絶検番号4を付け、前年にも出場したジョージ・ティーカ・ディハイが操縦したが、燃料ポンプの故障により7周目と最後の週に水面に触れ、上位には入れなかった。R3C-2。ありがとうございます。